少子さんが厳選した今週の気になる話題から新作のミニ落語「ニュースモール落語」をお送りするラジオ演芸金彩亭本日の演目は「壁ドン教育が恋愛弱者を救う?」ですそれではラジオ演芸金彩亭開演です えー、一席お付き合いを願いますが。さあ,あ、今日からね、全国の小学6年生向けに恋愛道という授業が始まります。えー、これからその記念すべき1件目を始めるぞ。あのー、先生、質問です。おお、なんだ井上。えー、学級委員長として質問します。恋愛道って何のためにどうして始まるんですか おーいい質問だな。うん、いや日本はね、えー、少子化が進んで、えー、これから大変なことになるなぜなら若者たちが恋愛弱者となりまあ,あ結婚せずに子供が生まれないからだそこで国の偉い人たちが子供のうちから恋愛の教育をして少子化を食い止めようと考えたんだな。 でも先生恋愛なんていうのは人から学ぶもんではなくて自ら経験し成長して、えー、気がつくものだと思うんですけどうん先生もなそう思うんだが国の偉い人が考えたんだから仕方がないな国の偉い人たちってバカだと思いますいや子供は思ってること素直に言えていいないや羨ましいがないや、えー、先生もなそう思うんだが ああ、先生には家庭があってな。家のローンも残ってるんだよ。まあ、余計なこと考えずに黙って授業を受けなさい。はい、わかりました。えー、では、授業を始めるぞ。うん。まず、出席番号1番。あ、朝山ゴンタ。前に出てきて。 はい、ごっちゃんです。おいおいおい。えー、朝山お前、いくらワンパク相撲のチャンピオンだからってな。ごっちゃんですはないだろう。普通の返事しなさい。えー、それから女子はね、あ学級委員長の、えー、風間愛、前に出てきて。はい。えー、まず、最初の授業。あ、壁ドンの練習からだ。えー、先生、壁ドンって何ですか おい、風間。女子なりのおめ壁ドン知らないのか女の子が憧れてるもんだと先生思ってたかな。おい、先生、壁ドンはあれでこんすよね。んおそらも知ってるのか漫画で有名な。そうだよ。水島慎治先生。それはドカベンだよ、お前。<laughs> 壁ドンっていうのはな昔少女漫画の胸キュンシーンで壁を背にした女の子に男が壁に手をつきささやくそういう行為だあ風間ちょっと黒板を背にしてそこに立ちなさいはい朝山あの風間の前に立って壁ドンやってみなさい分かったでゴンス風間さんどすかいどすかいどすかい先生怖い <laughs> おい待て待って朝、ま、山壁ドン両手でやるやつがあるかお前 壁ドン片手だけだ、か、片手を壁につくんだよ。でも親方、鉄砲は両手でしっかり。俺はな、親方でもないし。鉄砲をやれつってんじゃないんだよ。壁ドンをやれとそう言ってんだ。なしょうがない。これは女の子と付き合うためにやるんだ。ああ、そうでゴンしたかああ。わしは勘違いをしていたでゴンス。うん。風間さん、すまんでゴンス。付き合いなら。 どうぞ遠慮なく、風間さん、ついてきてください。わさつっぱりは得意でゴンス。朝山、その付き合うんじゃないんだよ。男女交際の付き合う。な愛の告白とか聞いたことないかうん、じゃあな。仮にだ、朝山。お前がな、風間のことを好きになったとしよう。なお前の気持ちを風間に告白してみろ。告白でもんすかそうだよ。うん、風間の心がお前の方を向くように、言葉とね、ね心でやってみろよ、告白。 わかりました。風間さん。お、なんだ朝山、いきなり土下座か姿勢一貫。不当不屈の精神で、わしは恋愛道に邁進していく所存でゴンス。<laughs> お前、小学校6年生でなんだ、その難しい四字熟語は。えどういう意味なんだ先生、姿勢一貫は、誠意を尽くせば必ず人は動かされる。不当不屈は、くじけず、困難に立ち向かっていくという意味でゴンス。 え正代関貴乃花関の大関昇進寺のお言葉でゴンス <laughs> 今はそんなのいらないだろうめ、ね、告白になあ風間こんなやつの告白じゃ心動かないよないえ朝山君なんか頼もしくって <laughs> え真面目でなんかキュンとしちゃいました <laughs> 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 おい風間 <laughs> 本当かはい朝山君に頭ポンポンってしてもらいたい わかったでゴンスカザマさんわしははたきこんも得意だけ <laughs>、うんはい、こんな感じでポ,ポンポンとはたきこみポンポン <laughs> ポンポンですねしかしまあ、ね、こういうネタにしましたけどもともとのニュースがね、えー、何考えてんだって感じですけどね <laughs> はい、ニュースもールだここでしたリンクの貝月ラナと大空リ子です RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックを、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。Apple、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などで、今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いします。ポッドキャストも、リンクリックリ